えー、今日は、えー、前回、えー、健康と会書体で書かせていただきましたので、えー、今日は行書体で書いていこうと思います。 はい、えー、では,ではポイント説明の方をしていきたいと思います。最初折らせていただいたところの、えー、真ん中だけ、えー、線を引っ張っておきます。 はい。えー、行書体ですからね。あのー、柔らかく、会書にと比べると柔らかい筆使い。えー、流れるような線ですね。こう、字脈が切れずに、こう、さーっとこう流れるような、えー、イメージっていうのが行書の特徴になりますね。で、あのー、終字基礎編の、えー、方の行書体になりますので、えー、あまりこう、崩しすぎず、 行書体もいろいろな崩し方がございます。あまりこう、楷書体と比較して、あまりこう大きく崩す崩しすぎない行書体を選んでいました。で、脂質を柔らかくですね。脂質というのは、筆が紙についた時の、このスタートのとこですね。始める筆と書いて脂質ですね。優しく入れます。カチッと入れずに優しく入れていきます。で、流れるような線で書きます。こうですね。こう。 えこう来たのがこうきます。少し丸みをもたしてあげると柔らかい、えー、線になりますね。で、こう来たのが字脈を切らさずですね。えー、筆あの墨継ぎをしたとしても、えー、墨がちょっと少なくなってきたな、墨をつけたいなっていうことでスズ、えー、の方に筆を持って行って墨継ぎをしたとしても気持ちは切らさずに、えー、書きましょう。ね、こう来たのがここにそっとポンと入ります。でこうですね。ここ。 伝説も柔らかく、でここは少し中に入れてあげましょう。でこうきますね。で、えー、この横角一二三四五本ありますが、えー、これが一番長いですね。書くこうきてポンと入れます。ポンと入れます。こう字幕が切れずにこう流れるように書くことで、えー、こういった質、柔らかい。 あの筆の入り方ができるかなと思いますただこれやりすぎになってしまうとちょっとこうだんだんあの、えー、会所が小学生小学校の時に解消をしっかりやってきましたで業種中学生になって業種が入ってきましたで、業者もだんだん楽しいなと思ってくると工事の流れを 切らさずに書こうリズムに乗って書こうということでそれはとってもいいことなんですがそれがこう、えー、やりすぎになってしまってこう気持ちよく書きすぎてしまってこういうところの入り方が例えばこう来たのがなんかこう入ってしまうとかこう入ってしまうとかこれはちょっとあのやりすぎになってしまうのでこの手前で、えー、クッと押さえてあげましょう、ね、気持ちよく書くのはとってもいいことそれは大切に、えー、そのまま 残しといてていあげてでもやりすぎにならない程度にこう起きたのがこう入るんだけど、えー、っとこう押さえてちょっと抑え気味なんだけど重脈、えー、は切らさず気持ちは切らさずというふうに、えー、書いてあげると、えー、仕上がった時にこう何て言うんですかねこうパラパラしないこう落ち着きのない作品ではなくやっぱりこう落ち着いた作品に仕上がること多いですので。 こういうやりすぎっていうのはちょっと気をつけてあげるといいですねでこうきますでこう来たのがポンと軽く入って縦角まっすぐですねまっすぐ目立ちますからね引いてあげましょうでこれ今日はスーっと払ったんですがこう来て軽く止めてあげてもどちらでもいいかなと思いますでちょうどねあのここの部分が開きますのでこの部分にここも優しくですね少し上に上がりますこの部分に上手に入れ込んでってあげましょう こう来たのが新療診療と似てますねで。この右払いのこの入り方も、えー、最初行書体にまだ慣れないうちはどうしても会所体の書き方がもうほぼ、えー、身についてるわけなので、えー、資質を柔らかくと言われてもなかなかね、あのー、できないかもしれないんですがやろうと行書、えー、を書いてる今 自分は行書を書いてるということを忘れずにえ柔らかく入れるというのを意識しながら、えー、忘れずに書いていけば最初はカチッとしすぎる。 会所、本当と、感とあまり変わらないような書き方になっても、なると思います。それでもいいんです。でも、ちょっと柔らかくなったよなってことで、柔らかく入れすぎると、今度は弱々しい脂質になったりもします。それでもいいんです。その中間あたりを、ええー、やって、あの、だん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 できるようになっていきますので、最初はカチッと、会所と変わらない脂質。で、あ、こうじゃない、こうじゃない。優しく入れなきゃっていうことで、スーッと入りすぎて、頼りない線になってしまう。でも、それもいいんです。それも、ご自身が書いていくと、 あ書かれて、あ、これじゃないよなっていうのはわかると思います。そうすると、だん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 この筆の調節ですね。あの、し、あの、質圧の調節が、だん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 ご自身で必ずできるようになってきますので、えー、形が悪くても、あの、気にしなくて大丈夫です。そう、優しく、優しい質で書こう。行書を書いてるというのさえ忘れなければ、だん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 ,だん書けるようになってきます。で優しく、右も払ってあげると、なおいいですね。 でこことここの終わりの,あたり終わりの位置も、えー、極端に人娠、えー、のここの終わりが、えー、早すぎあの短すぎてこちらが長すぎるとかこちらが長すぎてこの終わりが上すぎるとかあまり極端に、えー、終わりの位置をつけずにほぼ大体いいほぼ同じぐらい。 まあ多少ずれたとしてもちょっとぐらいのずれだったらバランスさえ良ければ OK ですので、えー、その辺もちょっと気をつけて書いてあげるといいなと思います。はい、あ,あとですねえっ、ー、とこうリズムに乗って書いていってやはりたくさん書き,書き込んでいくと思いますので、えー、その中で、えー、ちょっと私さっき失敗したのがあるんですが、えー、この横角ですね12345本目のあ5本あるうちのこの線を えー、極端にグッと長くリズムに乗りすぎてグッとこの質の位置が長くなりすぎてしまうとここが狭くなりますよねこの位置がもっとこっちに来るのでそうするとこれを入れてあげるのがちょっと窮屈になるのでちょっと気をつけてあげてほしいなと思います。本当いいい例じゃないんででですすすすがちょっとこここここれれれ長すぎたののか、えー、かりますかねね、えー、ここ位置ですねこれ これ、えー、さっき、ここ、この位置が、長す、えー、ここよりも長く書いて、あの、中に入り込んだところからスタートしたことで、えー、ここの入れるのが、なんとか入れることはできますが、ちょっといびつですよね。なので、あちょっと長、あの、ここを書いたときに、あ長すぎた、しまった。 避けなきゃってことでこう避けたんですが、えー、ここの長さちょっと気をつけてあげてください。まあ、あの、そういうことないとはあの思いますけども、えー、ちょっとこう、リズムに乗りすぎてしまって、こう、来たのがポンとこっちの方に入ってしまうと、こういうことになってしまうので、この余白をしっかり開けてあげることができなくなってしまう。ちょっとこれのね、ちょっと邪魔をしてしまうので、えー、ここの長さ入れるところをちょっと気をつけてあげるといいなと思います。 これは今のこれはえー、まあのあまり良くない日本になりますね。はい、あと、えー、そうですね。こうあって行書なので、こうつな,つなぎ目が見えていいわけなのでえっ、ー、と。例えばですが、こう来てここも見える。あ、えっ、ー、とこう来て。ここもここに行くのにこの線が見えたとするで、こう来てこのこれ。 ここからここに行くの。この線も見えたとする。ここも、ここも見えて、仕上がった時に、あまりここが目につかない。そんなにこう割目立ちしてなければいいと思いますが、基本としては、まあ、こういうふうに、三本ある場合は、二本目と三本目のここのにつなぎ目が見えると、まあ、あの間違いなくいいかな、というふうに思います。でも、要はあのバランスになるので、あまりこうごちゃごちゃ、ガチャガチャっとこう、うるさくならないような。 あのつなぎ目だったらあのいいのではないかなと思います。はい次こうですね、えー、点を入れますねちょっと縦長に書きたいあの字はあ横ちょっと横広の字でも、えー、とてもどんとして。 どっししりりととた作品いいうこもももありますすのででででそそれれが悪いわけでもなくそれでも大丈夫ですでちょっと縦長の字で書きたいなと思いましたのでちょっとかっこよくすっきりとして見えるというのが縦なちょっと字形としては縦長の方がすっきりと、えー、かっこよく見えるということがありますのでちょっと縦長に書きたいなと思いましたので「えー、健康の甲」えー、一画目、えー、この中心の折り目よりも、えー、剣の中にちょっと入り込んだところからスタートをしました。 こことここは少しでもね、あの弱く開けてあげた方が、えー、すっきりするかなと思います。で、こうですね、こう来て、こういったところの脂質も柔らかく入れましょう。で、ぐっときますね。こういったところも、えー、スッと勢いよく払ってしまうと、ちょっとあのここの方の墨、木量が足りなくなってしまって、えー、急いでるのかな、なんか慌ててるのかなっていう線に見えないこともないので、えー、ゆっくり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 書いて、 す、えー、っと細くここよりも木量が少なくて細くなるということもありますので、まあえー、そうですねできればあのこの辺少しまだ木量が残った状態で払ってあげるとせっかくゆっくり丁寧に描くのであれば少し残ってあげた方がここもそうですがあの仕上がった時豊かな繊維、えー、質に見えますのでなりますので、えー、あの落ち着いた作品に仕上がることはあるかなと思いますので、えー、ここもちょっと気をつけて描いてあげましょう。 で、こういった脂質も柔らかくですね。で、節柔らかく、ここも中に入れてあげます。ここと一緒ですね。で、ここ一番長くこうきますね。で、ポンと入れてまっすぐ来て跳ねてあげます。で、会社の時と同じですね。ここ押さえてまっすぐ来て。とは、あの跳ねるのではなくて。まっすぐ来て。ここの跳ねるところの瞬間。ここまで来。たら 筆のお尻をクッとちょっと中に入れ込んであげて払ってあげるっていう風にしてあげるとちょっと素敵な羽根ができますね、はい。で、こう来たのがポンと入ってこう来てこう字の流れ大事にしてあげましょう。で、こう来て、えー、手首をま多少手首をもちろん、えー、使うこともありますね。こう動くこともありますが、こういったところも素直にこう来たのが腕がこう 動くから点が入るでこうきてこうやるとかではなくこうきて腕がこう動くから動くからここにポンと入って上に行くこうですねでこういくからここにポンと入ってこういくでこういくあとは、えー、太いところ細いところのこう筆圧ですね ここが、えー、この点一つ見ても、えー、最初が、えー、ちょっと細めでだん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 太くなってってでこの跳ねる時はまただん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 細くなってるということは自然と筆がの筆圧をご自身でこうつけてるわけなのでで腕はこの部分ですねちょっと腕の動きを見ていただきたいのでここでやりますねこっから腕がこう動くこう動いてこう押さえて上に行くからポンときて。 こうるいいですね。っていうふうには多少動くこともありますけども基本は腕が動くから筆がくっついてくるというこういう動きですね大事ですね。スムーズに、えー、描けるようにあの描けますので腕を動かして描く癖はつけてあげるといいかなと思います。 あと、えー、あれですね、剣もそうです。線と線との、えー、間の間隔ですね。こういった余白の具合も、えー、あまりこう極端に差がついたりあの、広すぎたり狭すぎたりではなく、大、あ、体、のー、いいほぼ同じぐらいの間隔で開けてあげて、バランスのいい、えー、健康という字書いていただけたらなと思います。で 正しい姿勢正しい筆の持ち方あと字を整えて書くとかねこう字の組み合わせだったりとかですねあと、えー、そうですね例えばこうバランスよく書くという。 訓練をししますしあと読みやすく書くというのが解書体でしっかりと小学生の時にあの書者能力の技術の一つとしてたくさん学んでくると思いますでも小学校6年間で学んだからといって中学校に行っても完璧に、えー、解書体ができますってことはまずないので本当にやっぱりああのーあのー、いろんな書体ありますが解書体大事ですね。やっっぱり土台あってこその 書体の土台があってこその行書体崩しというふうになりますので、えーえー、できればね行書体、えー、かかもし書いてくださる方いらっしゃったらまず「解書体の健康」をしっかり書かれてから「行書体」を書くと、えー、線に迷いがなく、えー、そうですねあの軸のの、取れた、あの 同じ行書でもゆるゆるっとしたなんとなく書いた行書というふうにはならないと思います土台あってこその行書体だと思いますので解書体ですねしっかりと学んだ小学校で並んだ学んだ学んだ解書体の基礎しっかりありますそれこから、えー、今度は行書体という少し早く書くことができるという行書体の方に進んでいきますのでそれは大人になってもあのもちろん解書体ねなかなかあのー うままくくいいかないこともたくさんありますし小学校でやったからといって絶対にあのできるあの基礎能力がしっかりついているというわけではないのであの基,礎基礎としての土台としての解消ができた上での業所というのはちょっとあの頭の方にあの隅に置いといていただけると、えーそうですね、遠回りのようですが、えー、業所の上達の近道にもなるのではないかなというふうに思ったりもします。 えでは次回も修辞基礎編の方でえちょっとやっていきたいなというふうに考えております。またよかったら見ていただけたらありがたく思います。